ミッション65、タイロの敵。周囲に信号はありません。部隊の退却が遅れているようです。移動基地との戦いから撤退している途中ね。平原から一転、山岳地帯かしら。この山は敵に占領されています。怪物の巣、エイリアン、かなりの大軍です。うわー、いるいる。陣地に戻るにはここを通過するしかありません。ヘリの迎えとかできないのかな。後続の撤退を助けるためにこの山の敵を掃討する必要があります。応援を待って作戦を考えましょう。ひゃはー、無茶です。援護なしに戦って勝てる数ではありません。なるほど、先行したプレイヤーが単独で敵を片付けて後からやってくる味方の安全を確保するミッションなのだわ。赤い飛行型がいるようです。戦闘士と呼ばれる恐ろしい怪物です。強い敵も揃ってるみたいだね。これは頑張んないと。今回は強化されたリムペットガンを持ってきたよ。過去作では蜂の相手によく使ってた。リロードも早いし火力が上がった今なら扱いやすいわね。シールドベアラーを確認しました。数も種類も随分いるんだね。この山岳地帯に何かあるのかな。というよりも蜂の繁殖の拠点かもね。こんな場所なら人間がたどり着くだけでも大変だし、もし攻められても警告に足を取られる人類を返り討ちにしやすいわ。ほう、考えたねプライマー。つまりここを壊滅させれば敵の痛手になるわけだね。みんなが来る前に片付けちゃって驚かせよう。蜂が襲ってきたけど数匹だけ。下手に攻撃を加えなければ一定範囲以上の敵には気づかれなさそうね。ドローンだと外しちゃった場合、奥にいる敵に攻撃しちゃって気づかれることがあるけど、リムペットだと起爆しない限りは気づかれる心配がない。起爆の前にリロードすれば誤射した弾は消失するわ。割と隠密行動には向いてるのよね。ドローンはマーカーが敵に当たろうが外れようが出かけちゃうから、そういうのがないのもいいね。よし次だ。もともと外にいる蜂の他に巣からも蜂が出てくるから、エレクトロンを巣に飛ばして出待ちをさせつつ変態で一気に破壊。飛行型の巣を破壊。変態、相変わらず恐ろしい火力だこと。レーダーの赤点はまだ相当いるけど、この調子なら問題なく突破できそう。今のところはね。さっきちらっと見えたシールドベアラーとクルールの組み合わせが厄介そう。あー確かに。まあシールドベアラーは攻撃してこないし、クルールが何体もいるわけじゃないなら気楽に行こう。後続の味方もそのうち到着するのだとしたら助かるわね。おー、赤い蜂と赤いドローン。あら久しぶりだわ。火力はエイとして硬いのが大変な相手ね。ここから手を出したら一斉に来られそう。ちょっと周りの様子を見たいかな。こっちにもクルールだ。クルールの警戒範囲ってどのくらいだろう。割と広いイメージ。とにかく囲まれないように端っこから叩きましょう。ここならドローンには気づかれそうだけど、クルールはほうけてそう。何にせよ初手で一気に削るのが大事。クイーンです。クイーンが戻ってきました。なんとどこかへ出かけていた女王蜂がエリアに侵入。交戦は避けられないわ。女王蜂巣を離れて何しに行ったの。ミツバチが巣を分ける文法みたいな感じ。それが戻ってきたんなら護衛の蜂もわんさかいそう。クイーンが到着する前に赤いの急いで倒しましょう。参ったな。エレクトロンにリムペットとなると火力が足りなくて硬い敵に時間がかかる。クイーンも赤も同時に対処できる相手じゃないから、もしかして割とピンチ。クルールに気づかれなかったのは良かったわね。今のうちに戦況を整えましょう。毎度どもウリックです。新しいヘリコプター持ってきました。移動基地の戦場で手に入ったばかりの新型。あれならクイーンにも有利に戦えるね。よし、女王の迎撃準備だ。今どうしたの。わかんない。さて奥さん、戻りが遅かったね。空が自分の領域だと思ったら大間違いだ。空にはイアちゃんのガンシップやカリンちゃんの爆撃機、そして私のヘリコプターがいる。好きにはさせないぞ。クイーンを撃破。
ウィングダイバーみたいに身軽じゃないし、フェンサーみたいに俊敏でもないけど、乗り物の力でレイダーやレンジャーだって飛び立てるのだ。そういやフェンサーも操作次第で空飛べたな。はすごい速さで、見渡す限りだと3分の1が片付いた感じかな。一箇所ずつ攻め落とせば問題なさそうだけど、先が長い。一人っきりってのも大変よね。 NPC とはいえいてくれれば貴重な戦力だし、あと通信も静かだね。到着したぞ。戦闘中の部隊を援護する。おやささらちゃんも来てたのだ。ずいぶん先行したね。エアレーダーの足でどんだけ全力疾走したのだ。おお、グリムリーパーが追いついてきた。遅れてごめんね。今からお手伝いするのだ。撤退ルート上に敵がいる。どうなっている？戦闘中です。援護してください。急いで。誰か戦っているようです。俺たちより早く着いた奴がいるのか。ドヒャーササラちゃんとグリムリーパーが戦闘中だ。早いね。アーシたちも急げばよかった。フンソを率いるレンジャーチームも到着。わーい、みんな待ってたよ。というか一緒に撤退し始めたはずだよね。なんでバラバラに行動してるの。打ち上げの会場わらわらって聞いて。あれ、アーシたちは鳥貴族って聞いたよ。ノープランで打ち上げ打ち上げ言ってたせいね。そういや、お店決めないまま撤退したんだっけ。幹事って大事なのね。えい。なんかシールドベアラーの方から近寄ってきてくれた。よくわかんない挙動だわ。うわ、蜂がいっぱいいるのだ。奥にクルールもいるから前に出過ぎないでね。ケーキは、そんなことが。こんな戦況くらいひっくり返せないと歴史改変は難しいもんね。目指せ人類生存ボイロ文化存続。さらに敵を撃破。おペコお姉さんがすごい驚いてるわ。讃えてくれていいんだよ。佐藤は褒められて伸びるタイプなんです。もっと大暴れしちゃうかも。キエボショーやめて。僕たち友達なのだ。人のことなんだと思ってんの。クルールもエレクトロンで無事に処理できたみたい。レーダーの赤点も減ってきた。そういえばウィングダイバーとか乗り物部隊は。旅館で打ち上げ楽しみだねって話しながらどっか行ったよ。ヨータミ向かったでしょ。幹事って必要なのね。これだけの大軍を相手にこんな。オペコちゃんってなんだか軍人らしくないよね。よく思い出して。ササラちゃん、セリフの多い司令官と戦略情報部のおばちゃんがお堅いだけで、 EDF は割と変な人だらけよ。ああ、撤退ルート上の敵を排除。すごい戦果です。信じられない。あれ、昔は味方にリムペットつけられた気がするんだけど。体中ペカペカ光る爆弾まみれ。これであなたの敵弾兵やるぞ。了解。アイテム確認。重爆撃機ウェスタ B。 爆撃機がナパーム弾を投下するの。着弾した場所は炎が長時間燃え続けるわ。敵の大群を足止めしたり、クイーンみたいな大型の敵に直接当てれば炎は敵の体で燃え続けるの。あとは数は少ないけど速度が速い機銃コプターと自爆特攻コプターを新規で入手。いやー、蜂の巣がこんなにあったら迫撃ドローン持ってきたな。今回の武装で正解だったと思うわ。つづみちゃんも一度使ってみてよ。効率度外視で迫撃コプター好きになるから。考えときます。じゃあねー。